はい、というわけで、このレスミーロレイです。というわけで、本日初のイヤホンレビューっていうやつをね、やっていこうかなと思うんですけども、ムーンドロップス,トステラリス。えーっとね、聞いたことない人がホッとなと思います。あ、わでも、ワンチャンこの動画にたどり着いてる時点で知っている人っていうのも一定すると思うんですけども、知らない方のために簡単に紹介しました、中華のイヤホン会社ですね。あの、イヤホン界隈で言うと、あの、クワークスってやつが、あの、なんだっけ、脳が溶けるイヤホンとか、 っていうので若干流行ったりあとは、チュームーンドロップのチュってやつが、タケって書いてチューって読むんですけども、あれも結構ね、コスパがいいっていうので有名な感じですね。まだ、あ、あくまでイヤフォン界隈ではって感じですが。まあ、そんな話をさておき本日はですね、あの、謎のイヤホンレビューです。あの、紹介するのは先ほども言ったステラリスってやつです。あの、最近流行る平面駆動ドライバーっていうのを採用したイヤホンになっています。ではやっていきます。はい、あの、まずパッケージこんな感じになっています。あの、珍しく。 実写です。この写真、はい。うちのね、MeWnt Pro で撮ったんですけども。あの、結構豪華。あのね、まず、ポスカがめっちゃ可愛い。あの、これね、箱にも載ってるこの子なんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、あの、うちのオタク部屋だと割としっかり馴染んでくれるぐらいには可愛いやつです。それ以外で言うとね、あの超クオリティの高いイヤホンケースが付いてきて、これね、結構、あの、ハード系のやつで、結構質がいい、クオリティ高いやつが一つと、あとはイヤホン、 んイヤピ、イヤピが2種類かける3サイズ SML 入っているのと、ケーブルと本体になります。イヤピに関しては、ソフトイヤーズの UC ニューリキッドシリコンイヤーチップっていうのと、普通のフォームのやつが付いてきて、僕はフォームの方を付けています。耳にあったんで。初めてなんですよね。フォームのイヤーチップが僕耳にあったの。今回はこの、なんと、リキッドシリコンより良かったので、こっち付けています。で、ケーブルはですね、詳細不明なんですけども、リケーブルも試したので、後々に、それについて話していきます。 で、本体なんですけども、めちゃくちゃ綺麗。あの、ムーンドロップ、僕が勝手に星シリーズって呼んでやつが、このステラリスト、1世代前、一応世代的に並んでるのかわかんないんですけど、スターフィールドっていうやつがあって、あっちもめっちゃ綺麗で好きなんですよ、ね。で、あの、ぶっちゃけ買った理由の結構でかい部分が見た目が綺麗だったから。で、このイヤホンの特徴、平面クロードライバーってやつ。まずね、平面クロードライバーが何っていう方もいるかと思うんですけども、最近結構話題の、まあ、イヤホンの中では新しめのタイプのドライバーなんですね。 今までは基本的にも、イヤホンっていうのは、DD って言われるダイナミックドライバーってやつと、BA っていうバランスとアーマチュアドライバーってやつが使われてたんですね。で、まあ一応なんか、それ以外のピエゾなんとやらとかっていうのは色々あるんですけども、それは一旦さておき。今回は DD と BA と比較すると、まず DD っていうのは一番主流,主流なんですね。ダイナミックドライバー。まあ、100均イヤホンからめちゃくちゃ高いあの、センハイザーの IE900 とかってやつまで使われているやつ。 で、BA っていうのが、個人的に結構中華で人気があるイヤホン。イヤホンじゃないドライバーっていうイメージが。あって、まあ、ダイナミックドライバーが汎用型のドライバーだとすれば、BA っていうのは特化型のドライバーなんですね。なんで結構ハイブリッドで使われる。本当に一部の、例えば広域用のドライバーが入っていたり、まあ、低域用が出されていたり。あの、僕が持ってるやつだと、KZ の AS16 ってやつは、低域用と中域用に2つずつ。で、広域用に4つ積んでるやばいのもあったりする。っていう感じです。 じゃあ、平面黒とは何なのか。まあ、一応、プレイナードライバーって英語では呼ばれてるんですけども、特徴が音の範囲がすっごい広くて、かつめちゃくちゃ正確っていう、そういうのが売りなやつです。あの、キョン DD っていうのはなんかドアみたいに、なんか引き、引き取ってあるじゃん。引いて開けるとあんな感じで、なんか軸みたいなのがあって、そこでパッパッパッパっていう風に動いて音を出してるんですけども、あの、平面ドライバーっていうのは、平面ドライバー、平面黒ドライバーっていうのは、そうじゃなくてもう本当に、名前の通り平面に、 平行に動くんですよ。磁場を使って。あの、うん。<laughs> 磁場を使ってもあ、本当に磁力で浮いてるみたいな。浮いてるんですよ。要はドライバーが簡単な話。なので、まあ一つに、めっちゃ細かい音が出せる。らしい。かつ、あの、物理的な接触がないのでノイズが少ないです。かつ、あの、めっちゃ速く動くので正確な音が出せたりします。はい。っていうのが、まあ平面ドライバーの売りです。 なので、ね、ここから聞くとめっちゃいいじゃんって感じがあるんですけども、もちろんデメリットもあって、高いのとでかい。あの、個人的にこのイヤフォンの一番の不満がでかいんですよ。あの、KZ もでかいんですよ。だから僕最初の方 KZ 使った時耳痛かったんですけども、こいつも耳痛い長時間つけてると。うん。っていうのがまず問んでかい。っていうのとあと高い。あの、Hi、ハイファイ語で約1万5千円ぐらいです。まあ、このあの、為替の影響で結構値段不安定っちゃ不安定なんですが、ドル高だと円安なんで まあでもね、1万5千円でも結構値段で言うと中間ぐらいなんですよね。KZ の PR-1 とかってやつはめちゃくちゃ安くて、多分、7万ぐらいと言ってるのかな、大体。なんですけども、中には高いので、レッドショアの S12 とかってやつは2万超えだったりします。はい。とので、高いです。で、ちなみにこの平面黒ドライバー、ムンドロップのステラリスに使われているやつは、14.5ミ、mm、リのドライバーサイズです。これ結構でかい方で、参考としてみんな大好きな AirPods Pro。 まあ、プロ2もそうですけども、ドライバーが11ミリとなっていて結構でかい。じゃあね、この、なんか、すごいらしい平面黒ドライバーのそこそこでかい14.5ミリのやつを使っているステラリスの音はどうやねんっていう話なんですけども。個人的にはめっちゃ好きなんですけども、先に言っとくんですけど、僕はオーディオ専門家でも何でもない。あの、最近ちょっと音楽編集始めとか、こんな感じの動画出してますけども、あの、譜面すら読めないレベルの人間、音楽経験なんて全くないです。 その前提で、本当にただただオーディオガジェットにハマっただけの素人の感想を程度にお聞きください。で、音はどうなのか。えっと、印象としては情報量がかなり多くて、で、高音が出る。個人的にあの、まあ、楽器だけじゃなくて、例えば声高めの女性ボーカルとかもかなりいいなっていう印象。ただ、あの、楽器が多いパートとか音楽とかだと若干ボー,がボーカルが霞んだりします。といった感じです。はい。あのー、 個人的にまず前提として情報量は正義だと思ってます。僕は音楽において。お情報量が多ければ多ければ多いほど良いと思っている人間としては結構満足です。楽器の音もめっちゃ聞こえますし、かなり綺麗です。それが。で、かつ、ボーカルっていう、ボーカルもめちゃくちゃ好きなんですけども、女性ボーカルとかもかなり聞こえにきれいに聞こえるのですごく印象がいい。ただ、本当にその、楽器の音がめちゃくちゃ強く出る。情報量も多くて、で、かなり強く出るので、 そこが多いと若干ボーカルが負けちゃうっていうところがあったりするのがちょっと残念です、ね。ちなみに広域が出るイヤホンの傾向として定域が弱いということがあったりしますが、そういうわけではないです。まあ、低音はかなりしっかりは出るけども超強いという印象ではないです。ただこれに関してはもうネット漁ってた感じ、一部の KZPR1 と,とか CCA のなんかよくわかんないやべえイヤホンを除くと平面黒ドライバーっていうのはこの広域中域が強いっていう傾向はあるらしいです。 はい。っていうのが、これが全部デフォルト。一番最初についてきたケーブルね、の印象。はい。で、一応、リケーブルもしました。で、こちらは、えっ、ー、と、2ピン 0.78mm のやつだったらいける。これ、あの、リケーブル種類があるので、買う人は注意です。はい。えっ、ー、と、で、2ピン0.78の、ナイス HCK さんのブラックキャットで使いました。はい。で、これが、亜鉛銅合金オイルコーティングをした謎のケーブルなんですけども、詳細は知らんです。 なら、まあやって、えー、差し替えてみた感じ。高音をちょっと抑えて低音強くしたっていう感じですかね。聞いた感じ。わかんない。これを低音を落として,高音てん、高音、ん高音を落として低音上げたのか低音強くしただけなのかちょっとわかんないんですけども。定期、特にあの、ドラムとかの音がかなり熱くなった印象があります、ね、はい。ただ、これが亜鉛のおかげなのか、銅のおかげなのか、オイルコーティングのおかげなのか知らん。ただ、低音が強くなって、あと重い。 物理的に。っていう印象です、ブラックキャットは。はい。需要があれば別でレビュー出します。はい。あー、あと、ついでに言っとくと全部プラシーボの可能性はありますが、それは掘っておきます、今回のレビューで。はい。はい、というわけで、ムーンドロップステラリスのレビューでした。最近イヤホンに沼ってて本当にやばいんですよね。近いうちにリケーブルがもう一本来る、ナイス HK、ナイ言えない、ナイス h c 計さんの C16-5 っていう16芯のヤバめのケーブル。 あとね、個人的に欲しいなと思っているのが低音で殴ってくる系のイヤフォン。基本的に僕が今まで買ったので、若干高音よりが多めなので低音で殴る系のやつも欲しいです。<laughs> ついでに言うとあのファイナルのメイク4が予約スタートしていく。それも欲しいです。<laughs> なのでね、全部レビュー欲しいって人はぜひ登録、そして評価、高評価よろしくお願いします。というわけで以上、つれい。